どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。2023年最後の、動画になります。僕のねチャンネルといったら、カメラの紹介がメインになっているので、今日もカメラの動画なんですけど、2023年に発売されたミラーレスカメラ、このねランキングを、自分の中で作ってみましたので、よかったらね今ねカメラ買おうか迷っている方であったり、まあ、カメラ好きな方、興味あれば最後まで動画見ていただけると嬉しいです。10台のミラーレスカメラに絞ったんですけど、このね、ランキングの、まあ、なんて言うんだろう、基準みたいなものに関しては僕はですね、コスパ的な部分をかなり重視しております。でね、まあ、価格の、まあ、ところであったりだとか、まあ、性能とか、まあ、どちらかというと、まあ、初心者中級者向けに作っているようなランキングになりますので、ちょっと上級者の方とかだと少しね違うんじゃないかなと思う方もいると思うんですけど、あくまでね一つの意見として楽しんでいただけたらと思います。それでは10位紹介しますと、ソニーの α6700 になります。今ですねこのカメラだいたいね17万円ぐらいで販売しているものになるんですが、 APS-C のセンサーを搭載しつつ、最新のねソニーの AI プロセッシングユニットだったりだとか、あとはね 4K120 フレームの、スローモーションが撮れたりだとか、まあ、結構ね充実している、まあ、最新の APS-C カメラっていう感じなんですけど、なぜこれが10位になかったかというと、まあ、結構ね待ってた人も多かったと思うんですけど、多分4年ぐらい経ってるんじゃないかなと思うんですよね、前の機種に比べてみると。なので正直僕が欲しい時だったら、まあ2年とか、まあ2年前ぐらいかなとかに出てくれたらめちゃくちゃ売れただろうし、すごい僕もね初心者の人におそらくおすすめしてたんじゃないかなと思うんですけど、今の時期からするとまあちょっと他に魅力的なカメラが多いかなっていうところで、まあ何とも言えない、まあいいんですけど、まあベストではないかもしれないなっていうことで10位にさせていただきました。やっぱりねソニーのカメラを選ぶっていうのはやっぱレンズが多い、他社製品も含めてメリットが大きい部分なので、そこがね今回のランキングにも多少は反映しているところがあります。はい、そして次に行きますと9位ですね、ソニーの α7CR になります。このカメラ金額がですね35万円と、まあ、結構ね高額にはなるんですけど、よくよく考えると α7IV、ベーシックのフルサイズモデルで、ソニーの、まあ、人気なカメラがあるんですが、まあ、それとね、同額なんですよね、大体。まあ、なので、まあ、そう考えると、まあ、同額ではないか。まあ、新品とかで、まあ、無理くり比較すると35万で、大体同じぐらいの金額になっていくんですが、まあ、やっぱりね、6100万画素っていう高画素機としては、やっぱり非常にコンパクトなカメラだと思うんですよね。なので、何か高画素で撮影を、なんかしたい用途の人結構限定、まあ、限定ではないんですけど、こう解像感をより求めるユーザーに対しては本当に素晴らしいカメラだなって思っています。ただねやっぱりα7R5 のやっぱりこうなんていうんですかな、ハードウェアのインターフェースとかに比べると、まあ、ちょっとねシングルスロットだったりとか、まあ、少し劣ってる部分がどうしてもあるので、まあそこがねちょっと僕的にはなんともまあ、ちょっと9位に選ばせていただいた理由かなとは思います。めちゃくちゃねいいカメラなんですけど、はい、お次が、8位になります。ソニーの、ZV-1-2 になります。こちらですね今、9万円に、なっておりまして、まあ一番ね特に変わったところは焦点距離の方が 18mm から50mm っていう、まあ、広角より、まあ、つまり Vlog に向けた自撮り向けの価格になったっていうところが大きいかなとは思います。前回の初代のモデルの、まあ、いいところを残しつつ、まあ、よりこう幅広い層向けに Vlog カメラとしてアピールできるっていうところがいいところかなと思います。やっぱりね Vlog カメラってやっぱたくさんは出てるんですけど、やっぱズームができる小型の Vlog カメラって、まあ、そんなに多くなくて、やっぱねこう Vlog でちょっとズームをしたいなっていう人に関しては、まあ光学ズームがやっぱりできるこの ZV-1M2 っていうのはいいところなんじゃないかなというふうに思います。そしてですね7位、こちらが DJI オスモポケットになります。オスモポケット3ですね。でこれはまあ交換レンズとかできるものではないんですけど、まあやっぱり7万円で購入できるっていうところと、あとはね今先ほど紹介した ZV-1
マーク2に関しても1インチのねイメージセンサー、まあ、センサーを搭載してるんですけど、このオスモポケットも同じね1インチセンサーを搭載しているのにここまで小型で、かつやっぱ画質の向上とか本当にアクセサリーとの、まあ、互換性、本当さまざまなところでこう作り上げてきたなっていうところがあると思います。でやっぱり 4K120fps のねスローモーションの撮影もできたりだとか、もちろんねあのソニーとかもにあるんですけど、まあ美顔効果とか本当にねさまざまなこうなんだろう DJI の技術を詰め込んだカメラだなっていう風に感じました。で僕もねちょっと欲しいんですけど、まあただねなんだろう。他にカメラをすでに持ってる人にはあんまり向かない可能性もあります。あとはやっぱ Vlog で撮影する人が多い、小型でなるべく周りに目立たない方がいいっていう方に関してはめちゃくちゃ、刺さるものではないかなと思いますし、やっぱり自撮りのね、モニターに関しても割と大きいね、モニターがついているので、やっぱそこら辺がやっぱちゃんと考えられてて、買いなんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい。そしてですね、6位に進みたいと思います。6位はですね、ソニーの ZV-E1 になります。こちら27万円の製品で、まあ、とにかく軽い、フルサイズミラーレスカメラになります。まあ、このね、カメラのいいところは、まあ、マイクっていうところが指向性って言って前から撮ったりだとか、まあ、オートで撮ったり背面から撮ったりだとか、まあ、本当にね、幅広い、まあ、こう、音質も含めて、なんか総合的にこう、Vlog をとにかく高画質で撮りたいとか、で、あとは初心者に向けても少しこう、なんていうんだ、手を加えたシネマティック Vlog モードだったりだとか、まあそこら辺がね、ちょっとこう、今までソニーの中になかったところをちょこっと付け足しつつ、まあ仕上げてきたようなカメラなので、まあ本当に、まあ高画質で Vlog が撮りたくて、かつこう YouTube 撮影とかするってなった時に、やっぱりこう商品レビューモードだったりだとか、そういったものがやっぱり、専用で付いているっていうところがメリットなのかなと思います。で僕が使っているね、α7C Mark II とも非常に比較されるカメラなんですけど、やっぱりね、α7C Mark II だと、ファインダーがあったりするので、よりこう写真に対して、写真と動画どっちもいけるし、この ZV-E1 に関しては、まあ写真もいけるけど、どちらかといってやっぱ、7割ぐらいが動画に振っているようなカメラなのかなというふうに思います。次にですね、5位紹介したいと思います。キャノンの EOS R8 になります。こちら23万円のカメラになってまして、とにかく僕ですね、量販店とかで実際にね、実機の重さをね、確かめてみたんですけど、めちゃくちゃ軽いです。で、しかも本体の大きさって割とちょっと大きめな、まあ、小さいけど、ちょっと大きめなんだよね。だけど、まあ、めちゃくちゃ軽い。やっぱ軽さが、めちゃくちゃ僕は印象に残っています。だけど、連写性能も非常に高いし、やっぱ最新のキャノンのオートフォーカスの性能だったりだとか、そこをね、試すことができるので、なんか気軽に、なんか高画質な写真、かつ連写もできて、万能なカメラが欲しいっていう人には、EOS R8 は刺さると思います。ただやっぱりね、動画の手ブレ補正とかがないので、まあ動画特化ではちょっとやっぱりないかなっていうのは思うので、やっぱ写真メインの方におすすめかなと思います。お次がですね、4位。パナソニックのルミックス S5 Mark II になります。今年のカメラの中で、まあ僕結構やっぱこのカメラは推してる方だったんですけど、やっぱね、まあ本当にハイコスパなんですよ。25万円で買える、もう写真も動画もハイブリッドでいけて、クオリティも高いし、サードパーティーのレンズも選べるから、まあ本当に万能極まりないかなと思います。やっぱソニーと違って少し本体自体が大きくなるけど、その分価格を抑えつつしっかりと万能なモデルを発売しているのがこのパナソニックのルミックス S5 II になります。やっぱどうしてもデメリットとしては本体がごつくて重いっていうところがあるので、そこが我慢できてやっぱりこうプロレベルの画質を求めるんだったらこのカメラがやっぱりおすすめかなっていうふうに僕は思います。その次、3位になります。ニコンの ZF になります。こちら27万円のカメラになりますが、正直、こう、一つ前のルミックスの S5 Mark II と比較してみると、やっぱりちょっとこう、機能的な部分で少し劣るところはどうしてもあるんですけど、ただ、やっぱりこのね、カメラに関しては、クラシックなデザインとか、なんかこう、
なんつうんだろう、スペック云々ももちろんあるんですけど、もうちょっとこう情緒的なこう持っている所有感を高めてくれるようなカメラになっているので、まあこうファッションの一つとして取り入れたい人に関してもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ただね、やっぱりね、この ZF に関してはやっぱ重いっていうのがあります。だいぶね、小型に作られてるんですけど、いや、どうしてもね、やっぱこうこだわりを詰め込むと重くなっちゃうっていうのがあるかなというふうに感じました。その次に、2位になります。富士フイルムの XS20 になります。こちらはですね、17万円の APS-C カメラになります。なので、まあ、ほとんどフルサイズカメラ今回紹介してるんですけど、割とね、1インチセンサー2つ、APS-C 2台、そしてほとんど他は、フルサイズになるので、6台がね、今回紹介してるフルサイズカメラに実はなっております。で、そんな中、APS-C の2位をね、獲得している、この富士フイルムの XS20 なんですけど、やっぱりこのカメラはもともと XS10 っていう、まあ、前の機種に関しても非常にね、コスパの高いモデルだったんですよね。で、そのコスパの高いまま、バッテリーの容量をしっかり増やしつつ、最新のフィルムシミュレーションっていうね、ちょっとこうエモいね、写真とか動画を撮れるような機能も、追加というか、まあ、一つ追加しつつ、まあ、非常にね、こうバランスをとって、かつちゃんと、もう誰にでも万能に、こう効果を発揮してくれるものを、富士フイルムが出してくれたみたいなものになります。そして、最後、1位になります。こちらですね、先ほども僕が話していた、目の前にある、ソニーの α7C Mark II になります。このカメラ本当にね、今年買ってよかったものの一つというか、まあもしかしたら一番になるかもしれないんですけど、まあ本当に前回のモデルと同じくコンパクトで軽い、しかも画質がいい。で、しかも、こう、ファインダーで覗き込んだ時の写真も前のモデルよりも綺麗にやっぱり見やすい、ビューファインダーになっていて、まあ、前に比べるとやっぱ解像感っていうのも3300万画素なので上がっていますし、で、最新でやっぱりね、こう、オートフォーカス性能が体験できるっていうのが本当にいいなっていうふうに、感じています。僕のね、今こう、近づいて動画を撮っていてもちゃんとこうね、瞳を捉えていたりだとか、まあ、本当にね、まあ、デメリットが、まあ、あるにはあるんですけど、もうそのデメリットを全部書き消してくれるぐらい、本当にもう万能なカメラだと思います。なのでね、もし予算があって、軽いものがあって、ビューファインダーに関してもそこまでね、すごい大型じゃなくてもいいとか、あとはシングルスロットでも構わないっていう方に関しては、非常にね、このカメラは私は誰にでも推奨したいと思えるようなものだと思いました。はい。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。まあ皆さんがね、いろいろなメーカー、キャノン、ニコン、パナソニックだったりだとか、他にも富士フイルムとか、OMD とか、まあいろいろありますけど、まあ僕の中ではね、このね、今年出たカメラが、まあ結構グッとくるような、いろんな意味で、非常に魅力を感じたものだった。まあそんなね、この10代のカメラ、皆さんね、ぜひご検討いただければと思いますので、ぜひとも、来年もよろしくお願いいたします。今年もありがとうございました。また来年でお会いしましょう。じゃあバイ。